こんにちは副業サポータータ堀秀夫です今日は稼ぐ秘訣は余計な一手間をかけないというお話です。まあ、稼ぐためのコツはアドバイス通り実行することというのでね、えー、だいたい、まあ、サポートしてていまいち進みがおかしいなと遅いなとかね、えー、なんか調子悪いなという、えー、会員さん 質問を見てたり、まあ、いろいろスカイプで聞いてみると、大体アドバイス通りに、まあ、実行してない、ね。なぜかアドバイスからシュシュ選択して、まあ、自分のやりたいとこだけやって、自分が面倒だなと思うとこやらないとか、ねまあ、簡単なことしかやってないんで、全部やっても大した手間じゃないんですけど、なぜかその中でもやらないことがあるとかね。例えば、商品探しは、 店舗に行った方が見つかりますはじめは店舗に行きましょうと言ってもなぜかネットで十分だと思ってネットで探し続けてるとかまたは、えー、余計なと手間かけてる、ね、商品探しはこれ,だこ,れこ,れこ,れこれだけの条件をクリアした商品をまず納品しましょうと言ってるんですが、まあ、そこになぜか余計な出品者は何名までですかとかね、えー、大きさはどれぐらいまででしょうかとか えー、あるいは、えー、ランキングが悪い商品は外してランキングがいい商品だけ、ね、似たような商品が2つあったらランキングがいい商品だけ、えー、仕入れようというようなね、まあ、なぜかフィルターを増やしちゃってるとかいうのがありますでこの話をね、まあ、すごい、まあ、なるほど何事も一緒なんだなと自分が感心したのは、まあ、料理の作り方でね、えー、以前けんちん汁をどうやって美味しく作るかっていうのを調べた時に この分け徳山の野崎さんの話が出てきてけんちん汁は、ね、野菜がたくさん入って、ね、だからだしとかいらないと、ね、水でただ野菜を煮て、ね、余計な味付けはしない味噌だけで OK という話をしてましたなるほど一緒だねと素人料理のまずいわけは素人の料理は余計なものをごちゃごちゃ入れるからまずくなる。 本出しあるから本出し入れてみようとかね、出汁の取り方分かったから、せっかくだから出汁から作った方美味しいじゃないのかなとか、ね、隠し味を入れてみようとかね、えー、そういう余計なことをするとまずくなる。ね、まあ、本出しだのね化、化学調味料だの入れた日にはまずいっていうか気持ち悪くて食えないようなものになったりします。賢治ん汁に出しはいらないと、ね。水から煮るだけ。で、プロのレシピだったらだいたいそう書いてあります。 プロのレシピでね、電子レンジを使ってチンするだのね、えー、化学調味料を使うとか、書いてあるわけがない。なのになぜか、ね、料理の下手な人、素人料理の場合は、いろいろ何か創意工夫をしちゃうと、これ使ったらもっとおいしいんじゃないかなと、いや、まずくなるんですけど、余計なことしてまずい料理にしちゃうと。むしろプロの料理って引き算。 ね、いやこれ別に入れなくてもいいんじゃないかなというのでね料理作るのがプロの料理素人料理は、えー、いろんなものを入れる、まあ、まさにやっぱ似ててね商品探しももうできるだけシンプルに、ね、これならまあ簡単に実践しやすいだろうということでねシンプルな基準を設けてでその間に必ず見つかるようにねこの、えー、仕入れ資金20枚を10等分して、えー、10回やって見つかないっていうのはありえないと。 で初めの頃打率が低いからね、えー、初めの頃いっぱい入れるのはだめよという話をしてるんですけど、なぜか、ね、うまくいかない人、逆をやるんですね、初めお金いっぱいあるから、がんと買って、初めに買ってもね、めくらめっぽを買ってるわけですし、余計なフィルター入れてる場合もありますから、ほとんど売れないと。いやい続けてるうちにう、売れる商品見つかりますから、いやもう仕入れ資金ありませんってね。 え収試験、そんな少ないんでしたっけって言ったら、よく聞いたらね、初回から20万ぶっ込んじゃったとかね、いや、なんで、なんでそうなるかねというようなね、えー、ミス、ミスというかね、えー、なんか捉え方があります。焦っていっぱい買ったのか、んなんか分かりませんけど、まあ、もう何百人、あるいは1000人超える人サポートしててね、まあ、このやり方が一番再現性高いと、言った通りやってややればやってもらえば、単純な作業で、まあ、 もう本当に初心者素人、ね、特にセンスがなくてもただやってもらえば結果が出るっていう形に、えー、サポート内容はね、えー、練り込んでありますんで、まあ、余計なこう配分を変えたり、えー、何かそういう工夫をしないでただ言ったことを実践してもらえば商品見つかって稼げるようになります、ね、でそれもね3年間私を信じてついてきてくださいって言ってるわけじゃなくて、まあ、半年でねそのスキルを身につけましょうって言ってるわけですし まあ実際3ヶ月も言った通りやれば、なるほど稼げるようになるのねというのが実感できるはずなんで、まあ、本当あの、いろいろね、えー、いろんなノウハウがあるんですけど、まあ、私のノウハウを選んでサポートを受けたからには、ね、自分でそういう工夫とか、自分で調べるっていう習慣、いらないです、ねあの。もう言ったことだけをやってもらって、で疑問に思ったところがあったら、質問してもらうとか、報告してもらうと、ね。うまくいってもうまくいかなくても報告してもらうと。 まあこれやるだけで稼げますんでね、まあ、たまたまね、えー、久しぶりに料理を作って、ああ、そういえば余計な一手間かけるとまずくなるっていうのをね、えー、なかなかいい話だったよなと思って、あ,あそうそう、サポートやってても最近質問でね、最近っていうか常にあるんですけど、それどっから聞いた情報なのというね、えー、余計なフィルターを増やしちゃってる方たまにいるんであの、私が言ってないことは、 あの言い忘れてるわけじゃなくてそのフィルターねかけるとろく、えー、なことにならないから言ってないだけなんでねあのそれいいですかねって確認してもらわないんですけどあのランキングこれとこれだったらどうしましょうというのを確認してもらわないんですけどランキングの話ねあればいいって言ってるのにこう何以下は除外とかってやっちゃうとミスミス儲かる商品見送ってね儲かんない商品ばっかり買うというような形になるんで、えー、手間かけずに。 アドバイス通りに実行してもらうまあ、これがサポートを有効に使うコツですのでね、えー、くれぐれも資料と料理のようなごちゃごちゃいろいろな、えー、ノウハウは入れないようにして実践してください以上副業サポーター堀秀夫でした